こんにちは西村愛です被災地からの声を聞き明日の防災を考えるネットワーク1.17 1454回目の放送です台風10号が近づいてきていますね皆さん備えはできていますか最近は各地でゲリラ雷雨も発生しています集中豪雨といえば広島の 土砂災害を思い出します10年前の8月20日未明広島市で線状降水帯が発生し集中豪雨によって複数の地点で土石流が起こり山沿いにある住宅を襲いました災害関連死を含めて77人が亡くなっています命を守るために 私たちはどのように行動すればいいのでしょうか今日のネットワーク1.17は台風シーズン到来風水害への備えと題してお送りします 台風10号が日本列島に近づいてきていますね今年も台風シーズンがやってきますそこで今日は静岡大学防災総合センター教授の牛山元之さんに台風や水害への備えを聞いていきます牛山さんこんにちははいこんにちは牛山ですよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますはい台風10号が近づいてきている今 命を守るために、まず私たちがするべきことはは何でしょうか、はいあの、まあ、台風などによってですねもたらされる、まあ、主に大雨ですね、大雨によってもたらされる洪水とかですね土砂災害、まあ、これらであの亡くなられたり、行方不明にな,れ,なれたりする方、もうこういった方のほとんどはですね、 ハザードマップで危険性が示された場所で被災されているんですね。うん、まあですので、ハザードマップの,重要というあの情報というのはとても重要で、まずはハザードマップなどでどこでどのような災害が起こりうるのかと、これを知っておくことが、まず何よりも重要だと思いますね。うん、ただ、まああの、ハザードマップっていうのは、いくつか注意すべきポイントがあるんですね。はい、教えてください。はい でえー、まずです、ねあの、自分の今はどうなのかなというふうに見たくなるものなんですけれども、<laughs> そうやってあの自宅などをです、ね、ピンポイントで細かく、えー、読み込むというのはやめていただきたいんですね。 はい。あの、そんな細かい精度はハザードマップに一般的にないんです。ですので、あの、ピンポイントで見てしまうと、本当に今、例えばの様々なアプリなんかですと、本当にもう針の先ほどの、あの、特定の場所だけの危険性を知らせてくれるような、そういう機能を持ってしまっているものがあるんですけれども、うん、本当にこういう機能はやめていただきたいと思いますね。ですから、ハザードマップっていうのはピンポイントで読むのではなくて、はい、なるべくこう引いてみてですね、うん、まあ、その自宅なら自宅、あるいは仕事先とかですね、あるいは こうよく出かけるところ、あるいはその通勤経路なんかも含めて、はい、周辺を含めて、面で見ていただきたいんです、<ん>点で見るんではなくて、<ん>絶対に面で見ていただきたいというふうに思いますね。<ー>でそれからあの地形的にですね洪水の可能性があっても、特にあの中小河川ですね、小さい河川なんかでは、この浸水想定区域の指定の作業というのがまだ行われていないというケースも少なくないんですね。でで<ー>、まあ、ですの,であの例えそのハザードマップで 洪水の可能性の、まあ、色がです、ね、塗られていなかったとしても、川の近くで川の縁とです、ね、同じくらいの高さの場所というのは、これはもう基本的に洪水の可能性があるなというふうに考えていただきたいと思います。はいあの川 決してですね、もう氾濫しない安全な川なんていうものはないんです。あの川というものは基本的に氾濫するものですので。うん、川の近くというのは、基本的に洪水な可能性あるなというふうに考えていただきたいと思います。うん、土砂災害に関してはですね。あの人家がない場所っていうのは、ハザードマップで色が塗られないんですね。人家っていうのは人が住んでるっていうことですか。<laughs> そうですね。はい。あの人が、あの住んでる、あの建物がないところというのは。土砂災害の警戒区域の。 対象にならならいんですねですので、まあ、典型的なのはあの山間部の道路なんかですね。はい、あの山間部の道路で土砂災害の危険性がまあまりないというところがむしろ珍しいくらいなんですけれども、うん、ハザードマップではほとんど色が乗られることはないですね。だこれはあの家がないからなわけです。だから、決してですね、ここ山道だけど、色が乗られてないから、これ安全な道なんだと。じゃあ、ここを通って避難しようなんてことは絶対に考えないでいただきたいと。 思います、まあ、基本的にですねやっぱあの斜面の近くですね、急斜面の近くとか、あと山間部の普段水が流れていない小さい渓流とか、ですねこういったところは土石流の可能性がありますし、斜面の近くは崖崩れの可能性ありますね。こういったところっていうのは、基本的に土砂災害の可能性あるなというふうに考えていただきたいと思いますその他あの台風の情報を得る上で気をつけておくことはありますか。うん 台風は、まあ、ある程度ですね、予想ができる現象ですね。まあ、ですので、台風が接近している時には、まあ、雨風激しくなる前であればですね、 例えば少し離れた場所に車で避難するとかですね、あるいはこう避難の呼びかけに尋ねていくとかですね、そういったこともあの行うことはあの決して不可能ではないと思います。はい、ただですね、あの近年、こういったあの避難の呼びかけとかですね、あるいは避難の手助けに向かって、はい、でそれによってあの命を落としてしまうという本当にあの痛ましい事例というのが散見されるようになってきているんです。はい ですので、あの、まあ雨、雨風激しくなってしまってからの場合はですね、たとえその避難とか、あるいはその避難の呼びかけとかですね、そういう目的であったとしても、屋外での行動というのは極力避けていただきたいの。 ですね。それからもう一つ台風についてはですね、あの台風っていうと中心がどこなのかですね、どこに上陸するのかと、うん、こういったところにばかりどうしてもこう目が向きがちなんですけれども、うんはい、私もチェックしがちです。まあ、はいはい、これもですねちょっと要注意なんですよね。うん、あの台風の中心付近で激しくなるのは風なんですね。風,風は確かに中心に近ければ近いほど強くなってくるんですけれども。はい 雨っていうのは、中心から離れた場所で強く降ることの方がむしろ一般的なんです。中心が近くなってくるから、どんどん雨が強くなるぞっていうのは、ちょ,ちょっと実は現実とあの違うあの理解でありまして、あの雨っていうのは、中心位置とか、まあ、関係なくというとちょっと言い過ぎですけれども、あのちょっと離れたところでも、ね、あの激しく降るということはあのよくあることなんです。ですので、あの中心位置ばかりにとらわれずに、うどこでこう大雨が降ってる のか、それでその大雨の災害の危険性が高まっているのはどこなのかということに注意を向けていただきたいと思います。で、うん、こういう時にあの役に立つのが気象庁が、えー、発表している。あのキキクルという情報です。はい、で、キキクルというのは、そのその地域にとってのたくさんの雨が降って、例えば洪水の危険性があるところはどこなのか？ これ、あの、洪水キキクルって言うんですね。で、これ、川ごとに色が乗り分けられていて、で、川の色が紫になってると、もう、えー、そろそろ溢れるかもしれないと。で、仮に黒になってると、もう多分ほぼほぼ溢れただろうと。まあ、こういう情報なんですね。土砂キキクルっていうのも色は同じなんですね。土砂キキクルはメ,メッシュごとに乗られるんですけれども、紫色になっているところは、もう土砂,あの土砂災害が起きるかもしれない。で、黒のところはもう起きちゃったかもしれないと。うん、これ別にあの災害が起こったかどうかというのを 調べててるわけじゃなくて雨の降り方で計算して調べてますので、うん、でかつこのキキクルっていうのはあのいい、これまでに降った雨の量だけで計算してるのではないんですよね 2>、うんあの、2時間から3時間くらい先までの予測の量も込みであの危険性を表示してますので、はいまあわばあのも,うもうすでに危険かもしれない場所と、もうこれから目先数時間くらいの間に危険性が高まりそうな場所、これがあの同じような1つの画面で,です、ね、表示されてるという ことになりますので、はい、私特にですねその雨の災害が懸念されるときに一般の方がさまざ、あ、まな防災気象情報あるんですけれども、うん、まこれだけを見ておけばというのを1つ挙げるとすれば、もうこの危機来るだけでもいいんじゃないかなと、そういうふうに思うくらいこれ重要な情報だと思いますね。カ、うん、カタカナで 機器来るとインターネットで検索してぜひ見てみてください。はい、あの今のうちにあの時間があるときに見て備えておくっていうのも大切ですね。そうですね。はい、落ち着いているときにはこういった情報どこにあるのかなというのを知っておくことこれ大変重要だと思いますね。はい、あの自分のいる家がハザードマップを見て避難が必要な場所に いた場合、避難についてもお聞きしていきたいんですけども避難の警戒レベルでありますよね。こちらについてもやはりどのタイミングが重要私はどのタイミングか、はい、そういうふうに決めておいた方がいいのでしょうか、はいはい <laughs> そうですね、まあ、あの状況によりにけり、あるいは場所によりにけりなんですけど、ま,あ、まず大前提として、その災害の危険性が低いところにいるのであれば、別にさまざまな避難情報が出たからといって、 避難所に向かわなななけければいいいいとということはないんですよねあの、まあ、実態としては、実は市内全域全世帯とかに避難情報が出てしまうことしばしばあるんですけれども、まあ、ちょっとそれは、あのなんていうかあの、国のガイドライン的には全然推奨していないやり方で、基本的にはその災害の危険性があるところにいる人が何かの行動をとるということが基本ですね。で、警戒レベル5段階あるんですけれども、そのまあ、人に行動を直接促すのは警戒 3からですね、警戒レベル3が高齢者等避難という情報です。で、えー、こ,のこれはですね、名前がこう高齢者等避難という風になっているので、あ、これはお年寄り専用の情報だなというふうに思われがちなんですけれども、うん、そうではないんです。お年寄りとかですね、あるいはその、えー、体の不自由な方とか、その避難にあの時間のかかる方はそろそろ、えー、何らかの避難行動を始めましょうと。だけれども、それ以外のお年寄りと、 あのなると、全く何の関係もない人も含めて、すべての人に対してです、ね、必要に応じて、例えば、えー、出勤などの外出を控えるとかです、ね、うん、あるいはこれは危険だなと感じたら、自主的に避難をするタイミングということに、あの国のガイドラインではあの書かれております。うん、そして、その次が警戒レベル4ですね。警戒レベル4が避難指示です。でえー、これはあのもう浸水想定区域とかですね、私は警戒区域のハザード 色が塗られているところ、あるいは色が塗られていなくても、何かしら災害の危険性があるところにいる人、すべてに対して、何らかの,あの避難の行動を呼びかけると、えー、そういう情報です。うん、でただ、この際あの、避難するあの、まあ、避難先というのは決して自治体がひ決めた避難場所に行かなければならないという必要性は全くないんです。自治体の決めてる避難場所というのは、あくまでも、まあ、避難する先の目指す場所。 選択肢の1つ、選択肢の1つであって、どこへどう避難するかというのは、これはもう、たちたち一人一人があの日頃からよく考えてあの決めておけば良いことなんですね。ですから、決意、真面目に避難所に行くことが正しい行動というわけではないわけです。あのまあ、よく親戚、知人宅とかですね、そういった言い方もしますけども、何かしらその、今いるところよりも安全性が確保できるところに、えーまあ、移動すると、まあ、これがあの避難行動ということになりますね。 で場所によっては、ですね特にあの洪水の可能性だけがあると、土砂災害とかじゃなくて、あと川のすぐ近くで、えー、家が流されてしまうような、そういうところではない、この浸水だけの可能性があるというような場所であれば、あの屋内安全確保といって、ですね、はい、その十分な高さがあの確保できるのであれば、想定される浸水の深さよりも十分な高さが確保できるのであれば、まあ、その高いところにもうあらかじめ計画的にその、えー、身を寄せるというか、ですね高いところで。えー 対避するとまあ、これもあの決しておかしくない避難行動の一つだということになっていますで、うん、警戒レベル5があの緊急安全確保っていうのがあるんですねでこの緊急安全確保っていうのはこれもう避難所に駆け込めなんていう情報ではないんですよ逆で、うん、もう避難所に駆け込むようなことはもうやめてくださいっていう情報なんですね、うん つまりもうあの災害がもう,起こってもう起こってしまいましたと。だから、えー、もう今から避難所に駆け込むようなことをやっては、かえって危険かもしれないと。だから、まあ、もちろんすぐ隣に避難所があるとかですね、そういう場合であればまた別かもしれませんけども、はい、基本的な避難所であるかどうかにかかわらず、あのまあ、あの決してベストな選択ではないかもしれないけども、あの少しでもマシな場所にこう身を寄せると、まあ、そういったことを呼びかける、あのどこかへこう移動する 移動して避難をするということからもうあの身近なところでと,とにかくなんとかするっていう方向にですね、まあ、やり方を変える行動の仕方を変えることを呼びかける情報が警戒レベル5となると警戒レベル3高齢者等避難で危険を感じたら自主的に避難するタイミングそして警戒レベル4はもう全員が安全な場所に避難を完了しておく。 というタイミングになるということですね。まあ、そういうことですね。ただ、まあ、うん、実際でですね、あの避難指示、あの警戒力量の避難指示が。もうかなり危険性が高まっているときに出されるというようなことも少なくない。んですよね。です,よねですので、まあ、それに、あの警戒力3もですね。必ずしも、こう早い段階で出せるかどうかというのは、ちょっと何とも言えないところがあります。うん まあですので、特にあの危険性が高いようなところにですね、あのいるというような場合はですね、例えばその自治体からそういった情報が出されていなくても、はい、あ、これはちょっと怖いなと危ないなというふうに思ったら、はい、まあ早めに自分自身で何らかの行動を起こす。で、それは別に避難所が空いてるか空いてないかとか、そんなこと何の関係もないんですよね。はい 避難情報っていうのは避難許可じゃないので避難するのは自分の意思でできることですので、うんま、あのこれはちょっと嫌だなというふうに思ったら、えー、なるべく早めの行動をとるというようなことは大変重要になってくるだろうと思いますね。明るいうちに行動しましょうという言葉をよく聞きますが。ははい、はい。 そうですね。あのー、これちょっと違和感があるんですよね、これ、私の調査によると、あのー、風水や洪水、土砂災害などで亡くなられる方の,こうあの被災した時間帯というのは、夜と昼はほぼ半々なんですよ。うん ですので、決して夜間に被害が集中しているわけではないんですよね。うんでまあ、夜は、例えば、寝込みを襲われるとか、ですねその見通しがきかないとか、そういった怖さがあるのは確かなんですけど、いや昼間は安全かというと、えー、昼間は昼間で、これちょっと無理な行動を取りやすいというね、ねそういったような怖さがあるわけなんです。はい、でこれも私の調査結果ですけどもあの、風水害で亡くなられた方の被災した場所を、奥内、家の中とです、ね、奥外、家の 外に分けるとこれほぼ半々なんですよね。だから、あの避難せず、自宅に留まって被災するっていうイメージが強いかもしれませんけど、実はそういったケースが大半というわけではないんです。非常に多くの人が家の外でですね被災してる。これ決して、避難途中とかそういうことじゃないんですよね。ごく普通日常の行動の中で、家の外でまあ、車であの走ってるとかですね。あのとこで移動してるとか、そういう中で例えば洪水に流されたりとかですね。 増水した代わりに転落したりとか、こういったようなケースがあのまあ、本当にあのえ少なくないんです。うん、でよくその何センチ以上だと流されてしまいますっていうのを話をよく聞くんですけども、あの話も忘れていただきたいですね。うん、というのはあの流されるかどうかっていうのは水深の深さでは決まらないんですよ。 水深と流速の組み合わせで決まります。うん、ですので、水深が浅くても流速が速ければ流されちゃうんですよ、ね。流速っていう流れる速さのことですね。ははいはい水の速さですよね、はいで。当然ですけど、例えば年齢とか体格によってもかなり幅があるらしいんですね。うん、もうこれ、過去にいろんな実験結果があるんです。でそもそもそ,のそれぞれの現場で水深とか流れの速さなんて我々わからないですよね。 ですので、あの、何センチっていうは、いかにも防災上の豆知識としてですね、あの頭に入りやすいんですけれども、私はあれはもう忘れていただきたいと思います。話はもっと単純で、流れる水に立ち入ったら、命を落とすかもしれない。人も車も簡単に流されてしまうんですよね。だから、流れる水には決して立ち入らないと。で水 っていうのは、あの、まあ、あの泥水っていうかね、泥町の水も含めてですけども、ちょっとでも低いところ、低いところ流れていくんですよね。ですから、ちょっとでも高いところに移動するというだけで話が大きく変わるということもあると思います、まあ。繰り返しになりますが、とにかく流れる水には近づかない。流れてるかどうかもわからないわけですよね。だからもう浸水しているところには、まあ、基本的に立ち入らない。うん、まあこれをあの大原則として考えていただきたいと思いますね。 あの先月末記録的な大雨が降った山形県で救助要請を受けて現場に向かった警察官2人がパトカーごと流されて犠牲になってしまいました牛山さんあの現地調査されたということだったんですがどんな地形どんな場所だったんでしょうか。 はい、あの、この場所はですね、ええー、まあ、あの、まあ、えっ、ー、と、両側が少しですね、高いところになっていて、で、あの、被災した現場はですね、そこがちょっと一段、こう、あの、下がった低いところにあるんですね、低い平らなところにあるんです。で、あの、まあ、あの、北の方から南の方から道があるんですけど、どちらから行っても、こう、あの、緩やかな下り坂ですね、まあ、北の方はちょっと急坂なんですけれども、まあ、下り坂をこう下って下が平らになっている、まあ、そういうような場所なんですね。うん はい下はい、はい、り坂っていうのは私も旅行中に経験があるんですけども、えー、突然下り坂になっていてびっくりして。 えーあのー、という感じだったんですが、このゆゆるそういうとこよくありますよ,、ね、よくありますか、はい。で、下り坂で、あのーまあ、はっきりか、ここは下り坂だなというふうに分かるくらいならまだいいんですけれども、その先にた、一見、平らになっているように見えると、で下り坂の先が平らになっているように見えると、まあ、そういう場所もよくあるんですよね、そうするとこう、うあ、ここから先は同じ高さだというふうに思いそうなんですけど、そういうところでも実は結構微妙な高低差があったりするんですね。はい でこの、あのー、山形の、まあ、新庄市の現場もですねそういうところで、あの平らになっているところ一見、平らそうに見えるんですが、実はその平らになりかけたところから、さらに一番深いところまで、1メートルくらい、えー、高さの差があるんですね。うん、でですので、あのあ、ー もしかすると、その平らんとこですね。最初こう、あ、これ冠水してる道だなと。で、冠水してる道ってこうね、車で通り抜けたりすることよくありますで。で、そうやって通り抜けれると思っていたら、実は、えー、まあ、あっという間にどん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 深くなっていってしまって、で、えー やがてこう動きが取れなくなってしまったと。まあ、そういうような状況だった可能性が考えられますね。うん、で、先ほどその屋外、家の外でね、亡くなられる方というのが多くいらっしゃるという話をしましたが、この車で被災するケースが多いんですね。はい、で、車で被災するケースはあの、まさにこういう場所で被災するケースは非常に目立つんです。うん、あの、多分通れるだろうなと思って通って、 とっ,て言ったら、えー、やがてこう深くなってしまったと、まあ、そういうような状況なんだろうと思いますね。でしかもその深さの差っていうのは、せいぜい数十センチ、あるいは1メートルとかですね、あの見てる車、車で走ってると、ほとんどもう高低差があるかないか分からないくらいのそのわずかなあの高低差がです、ねあのまあ、命のお落としてしまうかどうかで、そういう境目になってしまううこともあるんですね。ですので、これも繰り返しになりますが、人でも車でも簡単に流されちゃうんですよね。 ですので、浸水した道、あるいはその流れる、えー、水にはですね、決して近づかないと。これが本当に大切なことだろうというふうに思いますね。牛山さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は台風シーズン到来、風水害への備えと題して。静岡大学防災総合センター教授、牛山元幸さんにお話を伺いました。被災地の声を聞き、明日の防災を考える。 ネットワーク一点一七 AM 一一七九 FM 九マル六 MBS ラジオがお送りしています。ここでリスナーの皆さんにお知らせがあります。以前番組に出演していただいた老曲師の菊池マドカさんは、過去の災害の教訓を老曲を通して語り継ぐ活動をしています。 番組内で紹介してくださった防災労局1995年冬阪神淡路大震災が大阪で初めて公演されることになりました三味線の伴奏に合わせて時には力強く時には軽快に語られる菊池まどかさんの防災労局を聞いてみませんか 日時は9月8日日曜日午後6時開演で場所は天馬天神繁盛亭,亭です詳しくは番組ホームページをご覧ください台風が近づいています今のうちにご家族やお友達と備えを確認しておきましょうどうぞお気をつけください